エルザはクモンさんの号令がかかるまでは絶対に動きません。こういうところがすごいですね。去年ねエルザ大怪我したんですけどね、狩猟一緒にできなかったですけどね、しっかりと復帰しました。はい、ではクモンさんと夕方の短い時間ですけども狩猟をしたいと思います。よろしくお願いします。ゴー、去年はラッキートリガーがこのヤブでね、すぐに子受験を止めましたね。あれ、匂いあるな。これいいけど先に回り込むんじゃないですかね。ああ、やっぱ入りますね。なんかカサカサ言ってたんですけどね。
かね。あ、こっちじゃないですね。白腹みたいでしたね。ん？白腹。あ、本当。うん。わかんないなこれ。いや違う違う。うん、違いますね。いや。ますね。僕犬の後ろにつきます。匂いだな。なんだろう。完全に匂い取ってますね。うん。ここ去年ラッキーがあれです、あの記事を出したとこですよ。ノーノー、去年ラッキーここまで伸ばしちゃって出しちゃったから、うんうん、鳴き声だけだったんですよね。行こう。ノーノーノー。ノギが多いですね。
なんですかね、これ、いや、いいレンジですね。うん、いいレンジですよ。あ、匂いじゃないのかな。あ、止まりそうだけど。コンさん、私先に出ますね、はい、ダメか。危なかはずそこだった。あ、ありがとう。山田はちょっと早っぽいですよ。だいたいあのちょっとススキが立ってるあたりなんで、うん、取れればいいですけどね。一応玉は入れときます。結構這われますからね。やっぱ張ってんやね。うん。もうちょっと前ですかね。うん、この辺だと思うんですけどね。落ち方がね、あんまり良くなかったですよ。あ、エルザ前にいます。あ、押さえたかな？どうかな？オッケー。あ、グッドバイ。やったね。早い。弾抜きます。やっちゃったよ。富士山バックに写真撮りましょう。まだ始めてから15分くらいしか経ってない。はい、ごめん。あの、久保さん、はい、ここ